トロッコ王国起点出発風景トロッコ王国ビフカは、北海道中川郡ビフカ町にある観光施設、及び、それを運営している NPO 法人である。日本一の赤字路線として1985年に全線廃止された日本国有鉄道、三行線の廃線跡の一部、約 5km、及び、敷地10万4700平方メートルを利用し、 観光の活性化を目的としてエンジン付きトロッコを運行している。コタンコロカムイ駅トロッコ王国のエンジン付き、トロッコ折り返し地点の転車台微付加庁の所有する、旧三幸線の線路や鉄橋をはじめとする付帯施設を NPO 法人トロッコ王国微付加が無償で借り受けた。本法人が車両や線路の製造、メンテナンス全般を行い、運営されている。 起点である旧ニュー府駅敷地内には、枕木で組み上げた古いローカル線の駅舎を模した建物があり、新しい駅名であるコタンコロカムイ駅の看板がかかっている。中は乗車券の発売などを行う事務所研究、三行線資料展示室になっており、壁にはトロッコ王国検証なるものがかかっている。それによれば、国王は松山出現の奥深くに住むフクロウであるという。 設定。駅舎内では、トロッコ乗車前に、軍手や防寒着、膝掛けなどを無償で貸し出してくれる。トロッコは、自動車運転免許証が必須となる。駅舎前の起点で、トロッコの操作方法と運転上の注意を、スタッフから受けた後、往復1 0トルの小さな旅が始まる。過去には、往路の終点に、小さな転車台を設け、待機しているスタッフの指導を受けながら自ら、 方向転換を行っていたが、展開には時間がかかることから、現在はポイントを組み合わせて180度カーブする線形に変更され、トロッコから降車せずに展開できるようになっている。本線は単線なので対面通行はできないことから、本線に合流する直前を待機場所として、本線上の全てのトロッコが展開するまで待機させ、スタッフのポイント操作及び指示により、袋を走行する。 トロッコには当初 JR が線路の点検など保線作業用に実際に使用していた軌動,動自動自転車が転用されていたが安全走行の観点から改良された新型車両に衣替えされている。推定最高速度は約時速 20km 以だがオープンスタイルとガタンゴトンというジョイント音の響きがかなりのスピード感とスリル感を醸し出し、さらには 自分で運転できる感触が人気を集めている。沿線には自然の草花や木々の緑が季節ごとに天然の彩りを変え、清流のせせらぎと白川の緑のトンネルを縫うように走る鉄路は牧歌的な北海道の自然体感の場として訪れる人々の心を虜にしている。特別豪雪地帯であるため冬季の運行は休止される夏休みシーズンや 大型連休時には全国各地から多くの人々が訪れ、賑わいを見せている。また、敗戦を利用したこのユニークな試みは全国的に注目を集め、各地から多くの視察が訪れている。有名人や著名人も多く訪れ、コタンコロカムイ駅舎内には、カリ俊介、空手家、風見慎吾、河ン我門ワエガ型多数のサインも掲示されている。利用者数の推移は、 以下の通り、ありがとうございます。